ハンス・ファナーケンは、ベルギーのサッカー選手、ベルギー代表。ポジションは MF。1998年に、ロンメル SK の下部組織でサッカーを始めたがクラブは、破産寸前となり、2002年に PSV、アイント方ンの下部組織に移籍。2008年に合併して再興した、ロンメルの下部組織に復帰した。2010年にプロキシマスリーグに所属する。 トップチームで選手初出場。決出したパフォーマンスで一部所属のクラブから注目を集め、2013年にスポルティングロケレンに移籍した。ロケレンでの初出場は7月28日で2得点を決めて3から2の勝利に貢献した。2013から14シーズンのベルギーカップ優勝にも貢献したほか、翌シーズンはリーグで8得点を挙げて、 ベルギーゴールデン州の投票でも3位に入った。2015年5月にメディカルチェックを経て5年契約でクラブブルフヘに加入することが発表された。初年度からレギュラーを確保し、14度目のリーグタイトルに貢献した。2018年には、個人で21得点21アシスト、クラブもリーグとスーパーカップを制する活躍を見せ、2018年5月には、 ベルギー年間最優秀選手賞を2019年1月16日にはベルギーゴールデン州を受賞。また2019年もベルギー年間最優秀選手賞に輝き、ムバラクブスファが10年前に連続受賞して以来の連続受賞となった。2019年8月9日には2024年まで契約を延長した。 12月11日の UEFA チャンピオンズリーグ2019から20グループリーグではレアルマドリードから得点を奪ったもののクラブは敗北 UEFA ヨーロッパリーグ2019から20決勝トーナメントへと進むこととなった2020年1月15日には前年の成績が20得点7アシストであったため2年連続でのベルギーゴールデン州を受賞 1986年にヤン・クーレマンスが記録して以来の連続受賞となった。2018年9月7日に行われたスコットランド代表との親善試合でエデン・アザールに代わって投入され代表初出場を記録した。2021年3月ワールドカップ2022予選のベラルーシ戦で代表初ゴールと2ゴール目を挙げた。父のビタル・ファナーケン 兄のサム・ファナーケンもサッカー選手、ありがとうございます。